皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の夏期講習数学の第7回目、今回は文字を使った式を作る方、この復習をしていきます。文字を使った式で数量関係を表すことができます。どんな数量関係を表すことができるのか、5つ例をとって説明していきます。最初は1本60円の鉛筆、 A 本の代金、1本が60円ですよね。もし2本だったら 60×2、 5本だったら 60×5、 つまり1本の値段×本数で求められますから、 60×A 本買うので A、 こうなりますね。これ×は省きますから 60A、 つまり1本60円の鉛筆、 A 本は 60A 円と、こんな式で表せるということですね。2番です。 120cm のリボンを Xcmで使った時の残りのリボンの長さです。120cm あって、もし 20cm 使ったら120から 20cm を引きますよね。 30cm だったら 120cm から 30cm を引きますね。 Xcmを使ったんですから、元の 120cm から Xcmを引けば残りのリボンの長さになりますね。つまり 120-X ね、こういう式です。ですから答えは 120-X 括弧をしてセンチメートルと、こうなるわけですね。3番目です。 M デシリットルのジュースを3人で等しく分けた時の1人分のジュースの量と、ジュースがあってそれを同じだけ3人で分けたということですね。つまりこの場合は3人で割るということなので、 M÷3、 こういう式で求めることができますね。でも文字式ではこの割るというのは使わないで分数の形に直しましたから、3分のM デシリットルが1人分のジュースの量になります。ですから答えは3分の M デシリットルと、こうなるわけです。では次です。縦 Xcm、 横 Ycm の長方形の面積、長方形の面積、これを出す公式というのは縦かける横でしたよね。縦と横をかければいいということで、縦は X、 横は Y なので X かける Y、 こういう計算をすればいいわけです。 X かける Y ですね。かけるは省きますから、 XY、 これが面積ですね。答えには XY と、こう書いて単位平方センチメートルと、こう書けばいいわけですね。最後です。底辺が5センチメートル、高さが1センチメートルの三角形の面積、三角形の面積は底辺かける高さ割る2でしたよね。この式にこの文字と数字を当てはめていきましょう。底辺は5ですね。5かける高さが H 割る2と、このような式になります。ではまず前から計算していくと、5かける H は 5H、 そして割る2ですね。割り算は分数の形になるので、
2分の 5h。 これが三角形の面積になります。答えには2分の 5h 平方センチメートルとこう書けばいいわけです。この2分の 5h という形、こんな風に書いても構いません。2分の 5h とこういう書き方もできるので覚えておくといいですね。今回は文字を使った式を作る方法、これについて復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書や問題集で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。